ベンタステガは約3億7450万年から3億5920万年前のデボン気候期のファメニアン期に生きた獅子動物の元となる生物。ただ獅子動物の系統としてのベンタステガの起源は獅子動物の形態学的な多様化の波動が始まったデボン気候期フラスニアン期に固定されているように思われる。ベンタステガは 今まで発見された中で最も早いデボン期の死種動物の一つ。骨の二つの都合の良い順のと地質学の文脈を考えて、どのベンタステガが見つけられたかで、潮の海の影響は示されている。しかしながら、ティクター陸のように、ベンタステガは、陸上主体の生活でなく、水生生物であると想定される。スウェーデンウプサラ大学進化生物学のアルベルイ教授によると、 科学雑誌のネイチャーの紙面において、そのベンタステガに胸びれではなく手足がつけられたと報告された。この推論は骨盤とその肩の主要な部分の検査に基づいている。報告された化石はラトビアで見つけられた。それらは3億6500万年前のものである。ベンタステガイコールクロニカの骨盤の頭蓋骨、肩、及び一部が見つけられた。 彼らは、それが魚よりも、獅子動物の特徴を持っており、小さいワニと同様に見えたのを示す。この発見は、魚から、獅子動物進化的変遷についての理解に貢献する。ありがとうございます。